挨拶お願いします。こんばんは、おもじです。すいません、冒頭ですが少しだけお時間ください。2時間なんかあったんかな。いや、私仕事なんですけれども、お騒がせして大変申し訳ございません。当日ご迷惑をおかけした方々、大変失礼いたしました。まあ、ナナコさんからも説明があったと思うんですけど、僕母親にグリングリンに怒られて。グリングリンに なんて怒られたの？お前の10年、社会人としての10年ですね、うん、お前の10年はそんなもんかと。君はいつもそんなんかと。よそでもそんなことしてんのかと、いろいろ言われて、はい、でまあ、それを知ったいきさつが高田健司切り抜きやったの。大丈夫。こっちがチクったみたいになってる。ほんで高田健司切り抜きが怒涛の6連発やったんですよ、俺の話題。こすりまくってたからな。こすってたね。こすってたな。あの、もろもろありましたけれどもね、季節の変わり目長月ということで、心も入れ替え、心機一転、真摯に取り組んでまいります。よろしく、よろしく、何卒よろしくお願いいたします。おまおじです、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ本当のままコメだ。はい、羊飼い系です。おまおじとラジオをやってるんですけども、そちらにはですね、おまおじが遅刻とかブッチするたびに、おまおじの慈悲で天岐阜プレゼントという企画を立てましたので、高田村にもいかがでしょうか。ないです、お願いします。まあ、金払ってサボるぞ。はい、高田健司切り抜きチャンネルです。今日もこんなとこに。はい、よろしくお願いします。福田隆です。きっと今のおまおじさんの謝罪の下り込みでね、うん、まあ、また一本二本切り抜きが上がって、そしてそれが母親に伝わり、もうその切り抜きが上がるたびに怒られて、あの件は反省したのかみたいな。うちの母親正論パンチ大好きなんで。